こんにちは、ウォームハーツコーヒークラブの山田です。今日はマラウイコーヒーの無農薬栽培についてお話ししたいと思います。無農薬って言ってもどのような栄養管理をされているのか、現地ではどういう工夫がなされているかということを今日は3つのポイントでお話ししたいと思っています。1つ目は間作インタークロッピングと呼ばれるものです。2つ目がシェイドグローイングという影を使った製法です。3つ目が天然肥料についてです。それらについて今日はお話しします。まず1つ目の間作についてなんですけども、現地ではマラウイの標高2000メートルのところに多くのコーヒー以外の作物も栽培されています。例えばバナナだったりジャガイモだったり、そういうものがコーヒーの木と一緒の場所で栽培をされることによって、その土地を栄養価が一定の状態で保てるように工夫をしています。何もない土地だとどうしても土地が枯れてしまうので、それを防いでいつでもしっかりとした栄養が保てるようにしています。2つ目のシェイドグローイング、シェイドというのは影という意味ですけども、影を使ってコーヒーの木が、例えばバナナの木などの大きい木によって影を作ってもらって、一定の湿気湿度を保つことによって、安定した状態を保っていくことができます。そして最後3つ目なんですけども、3つ目は天然肥料についてですけども、天然というのは現地の農園の人たちがそれぞれ豚を飼っていたり家畜を飼っているんですけども、その家畜が出した糞だったりとか、そういうものを天然肥料にしてコーヒーの木を栽培しています。このようにして3つのポイント、間作、シェードグローイング、そして天然肥料というのが無農薬という側面では現地ではとても強調されて実際に行われているなというのを私も現地で見てきました。ぜひマラウイコーヒーの特徴を理解していただいて楽しんでもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。